こんばんは、幕末無能チャンネルでございます。電車とかにね、こう乗ったり駅のホームに行ったりすると、あのアナウンスですね。私もね、もうずっと前からね、ちょっとアナウンスがちょなんていうのかな、その当たり前のことをまあ言いすぎる、ねえ、例えばね、電車が来ますからどうだとかこうだとかね、黄色い線の前から出ないでくださいとかねそれから飛び乗っちゃダメだとかね、まあいろいろあるよね。乗ったら乗ったでね、まあ電車が揺れるからつり革につかまってくださいとかね、まあとにかくそれからまあそれがね、日本語だけじゃなくて違った言葉でも言ったりしてですね、私はもう前からね、なんかね、ちょっとなんでこんなに当たり前のことを言い過ぎるのかなっていうね、やっぱりあのね、お客さんも結構急いだりね、してるから、あんまり余計なことを聞きたくないんだよね。まあ、あの外国人がね、日本に来てね、まあ、日本に住んでる外国人も含めて、いやちょっとね、おせっかいすぎてあまりにも幼稚じゃないですかっていうね、とってもやっぱりいい気分じゃないようだよね。まあもちろんね、日本のいいところはね、まあたくさんあるんだけれども、やっぱりあのまあ全てにおいてね、その細かく規則がありすぎるね。なんか事故が起きるとまた起きないように規則を作る、なんか起きるとまたそこで規則を作る。やっぱりその規則を作るっていうのはね、制約するってことだからね。規則があればあるほどね、制約が多くなるわけだから、で制約からはみ出るとまたね、法的にどうだこうだって言われるわけですよね。まあ、あの法律が取り決めがある以上はね。だからやっぱりあのこれとっても大事なことでね、あのもっとやっぱり個人の人一人一人のね、やっぱり能力、それから人格、これはやっぱり尊重すべきだね。やっぱりみんなね、こう規則を作ってはみ出したらダメっていうね、じゃあ規則って何なんだってことだよね。やっぱりなんていうの、こうまあある意味でのね、この制約ってのはまあ必要なんだろうけど、私はやっぱり必要最低限にすべきだと思うんだよね、規則っていうのは。それでもっと個人個人のね、やっぱりこうまあ特徴、特性を尊重する、それからある意味での自己責任、やっぱりこれはね、そういうふうにしていかないとね、やっぱりあの一人一人のね、そのなんていうの、このまあ攻める力も弱くなるしね、攻められた時にね、この防衛する力も弱くなるしね。ということはやっぱり国の力自体がね、やっぱり弱くなるってことだよね。やっぱり弱くなったらね、隙を見てどん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 入ってこられるからね。これ本当にあのよくね、あの法律を作る人たちは考えないといかんよね。やっぱりこう目先のことじゃなくて、もっとやっぱりね、本質的なことを、今ね、世界の国際情勢はどうなってるかっていうね、その国際情勢の中で今日本がどういうね、立場に立ってるかっていうね、その国際情勢の中で日本がね、やっぱりそれに当然のことながらね、やっぱりこう互角にね、あの付き合っていかなくちゃいけないわけですよね。だからそれが互角に付き合えないような状況になってきちゃってるから、
まあそうするとね、詰まるところどうなるかっていうと、まあ国民が全部なんていうのこう萎縮しちゃうね。萎縮しちゃって、精神的なね、やっぱりこう、そういう病が増えてくるね。それからいろんないじめだとかね、犯罪とかね、そういうところがね、どんどんなんかこう増えてくるよね。だから例えばね、こういじめをね、なくすためにはどうしたらいいかっていう、そうするとそのいじめをなくす現象じゃなくて、もっと根っこのところをね、やっぱり変えていかないとね。だから一番大事なところは根っこのところだよね。そうじゃないと本当にね、やっぱり日本だけでね、日本の国が成り立ってるわけじゃないからね、いろんな世界からいろんなものをね、こう輸入したり輸出したりね、そういう関わりの中で成り立ってるわけだから、まあなんかこの電車のね、アナウンスとかね、いやなんでこんなに延々と話してんのかなと思う、常々思っておりましたところね、なんかたまたまね、ヤフーニュースで、ね、その外国人がね、まあ、このところこういうところもとっても心地よく思ってないというようなことを書いてあったんで、今日はそんなお話いたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。